皆様こんにちは。こんにちは。アンケートダンジョンの13でございます。はい、新シリーズだよね。そうです。今回これが、はい、アンドロメダとリュービーのスキル上げでございます。道中のウィーロンだっけ。ウィンロン、ウィンロン、あれがリュービー。リュービーです。でボスのペアリーさんがアンドロメダ。アンドロメダです。はい、私これ初っ端から S ランク狙いでいきます。はい、参ります。こちらのパーティー、はい、S ランク15万点。私の今のパーティーが、ドラゴンシートさんが、レア度が2だから、これでいくと、レアリティ15万点に対して足りません。あとはコンボ数で稼ぎます。はい、挑戦。まさか負けるわけはないよな。大丈夫大丈夫大丈夫です。攻撃力そんな高くないんで。これガンガンいけばいいんだよね。ガンガンいきましょう。コンボを意識して。はい、いきます。結局ボス戦でね、意外とターンかかるんですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、ターン数かかるなと思った。すごいな、このダメージの与え方。若干の防御力を感じましたね。ねえ、いきます。どんどんいきますよ。どんどんいきましょう。どうした。あれは偶然です。特段考えておりませんでした。はい、さあ、うん、若干の防御力を感じた。順調です。参ります。お、ラッキー。落ち込みも今味方してくれてますね。あれ残った、倒せませんでした。ちょっと今ヒヤリと。参ります。ヒヤリとしませんか。ヒヤリとしました今。あれ攻撃のタイミング悪かったら私負けてたパターンもありますよね。うん、怖いな。最後の最後あの消え方。あ、もうすでに待って、スキルとか全然溜まってないぞこれ。いや全然大丈夫なんですよ。え、大丈夫なの。溜まってないでもうどんどん攻撃していってください。言いましたね。言いました。私が証明です。やっべ、間違えた。これな、参ります。はい、怖いね。ちょっとドキドキするねこれ。ドキドキするんですよ。で、またボス戦は回復を復活させずに徐々に。ギリやで。ゆっくりでした。いきます。どんどんいきますよ。あ、回復を枯渇させずに。回復を枯渇させずに毎回来る。じゃあちょっと回復がもったいないんだね。大丈夫です。あ、もったいないとか言いながら消しちゃった。あの、いいですね。コンボ数も重要ですからね。さあ、おね、変な攻撃来ないんですか。来ないんですかこの子。私来なかったんですよ。じわじわ出てました。はい、3213。あ、そうなんですかこの子は。あ、そんなにがっつり回復力あるわけでもない。怖いな。2コンボぐらいしとかないとな。いきます。ヒラ使わないとちょっと。おお、ちょっと危ねえな。よかった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 。助けられてる。そうなんですよ。これ両方の攻撃になってやっとこう減るっていう。いやー怖えな、これ。回復の枯渇とか怖いな。うわー、死んでる。両方溜まってるじゃないですか。これ使うかどうかすごい迷うんですよ。まあ、使わなくてもそれなりにコンボしてれば S ランク取れるんで、そんなクリアターン焦ることないからじわじわ行こうかなみたいな。その戦い怖いです。怖いです。マリです。怖いですね。ヒヤヒヤヒヤ。でもこれ大丈夫そうですね。大丈夫そうです。
もう勝ったんじゃないですか私。はっ、まあ、両方使う勇気がねえな。参ります。でももう使っていいだろ、はい、むしろあれ、むしろこれいけんちゃう。天差天下無敵の砲撃、天下無双の砲撃、倒した。あ、全然倒してね。あ、これ A ハウスですか。うん、倒した。これ倒せ、これ倒せなかったら倒せ、3点倒せ、よし。こんなヒヤヒヤな、何、まーちゃんこんなにヒヤヒヤなことしながらイスラム撮ってんの。ヒヤヒヤでした。怖いよ。私は仮面だったんで、もうちょっとレア度低かったんで、クリアすれば OK って、そういう戦いでございました。いやー、私は普段イスランク撮るときは、はい、あれなんですよ、イスランク確定ありがとう。なんか多色リーダーとか使って、うんうん、意外とこうディフェンシブにあのチョコガードとか入れたりとかしながら、そう、青チョコも入れたりとか、エキドナ入れたりとか、あとはブラックパイレーツ入れたりとか、レア度が低いんだけどっていう、それを組みながら S ランク取るんで、珍しいです。こういう組み合わせで S ランク取ったの初めてじゃないかな。あ、初めてではないか、うん、初めてではないか。ただ怖いね。面白い。なんか ちょっとずつしか減らないっていうヒヤヒヤ感がね、はい、あるんです。そうです、そうです。ヒヤヒヤしました、うん、ただ皆さんこれでエスランクでした。ですね、呂布ソニーで真ん中がドラゴンシードさんたちレア度2なんですよ、はい、レア度1 の、 小さい仮面とかを入れるともうそれだけで 20万点ぐらいもらえるんですかね、はい、それだけでエスランククリアすれば、はい、そうです、そうです。私の仮面編成はそれでした。皆さんそういうことも全然できますので、お好きな方で。さよなら。今夜のニコ生やるかどうかは4時までに決断する。好きかどうか。50 5とかじゃなくて50です。初級初級めでくさい。朝起きてバナナ食べられてたらどうしよう。真面目に何が食うかよ。すっげえ真面目に。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんかダンサーを乗り上げてしまった。